宇宙世紀0079 1月3日、地球から最も離れた宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対して独立戦争を起こした。開戦からわずか1ヶ月、ジオン公国と連邦軍の戦いは総人口の半数を死に至らしめた。それでもなお戦争は1年間にわたり続くこととなった。宇宙世紀0080、1月1日、月面都市グラナダにおいて、地球連邦政府とジオン共和国臨時政府の間に終戦協定が結ばれた。こうして後に一年戦争と呼ばれるこの戦いは地球連邦の勝利で幕を閉じた。だが戦いの火は未だ世界各地でくすぶり続けていた。また朝が来たか。遊具隊長、注意を黙らせろ。2番機、死後は慎め。へいへい。司令部より各部隊、現在包囲網は約9割が完成した。2100をもって砂漠の風作戦を開始する。本作戦によりアフリカ大陸に潜伏するジオン残党の息の根を止め、この戦争に終止符を打つのだ。おかしな話、終戦なら1年も前に迎えたというのに。攻撃！どこのバカが撃ちやがった！なんだ、まだ作戦時間には。待て、味方の攻撃じゃない。少佐、状況を今確認している。少し待て。2番機、3番機応戦する。了解しました。周囲の敵モビルスーツを撃破し、状況をクリーンにしろ。了解。攻撃をしろ。他の連中はどうなってんです？今敵に集中を。文句も言わずにやってられる状況かよ。こっちは命がかかってんだ。遊具隊長、注意を黙らせろ。2番機、敵に備えろ。やってるでしょ。攻撃を集中させろ。了解、仕掛けます。やってやるぜ。こちらが優勢だ。ひるむことはない。攻撃を集中させろ。了解、仕掛けます。やってやるぜ。このまま戦っていて大丈夫なのか。
司令部との連絡はまだか。第 831MS 中隊の信号が消滅、司令部との連絡も途絶えたままだ。連中遅刻したバスだよ、バカ野郎。チッ、右も左も敵ばっかか。戦場が混乱している。少佐、下がって立て直しを。それは許可できない。なぜです。機関らはゲームポイントから一歩も下がるな。黒幕の登場かい。とどまれば無駄に損害を増やします。そうやってまた41号作戦の時のように自分だけが生き残るつもりか。自分は司令部からの撤退信号。海賊曹操死ねってのか。遊具隊長の強運にあやかれば生還も可能だ。その強運は部下を殺すって聞いてますが、ね、部下殺しの影響、遊具君、本当なのですか。現在前線司令部は交代しつつ部隊の再編を行っている。そこを敵に追撃させるわけにはいかない。追随する敵機をファントムスイープ隊でクリーンにしろ。たったの戦機に過度な期待をしてくれ。やらなければ私たちもやられる。そういうこった。戦争は終わったってのに死んだら死にくだろ。戦闘に集中しろ、注意。上官分殴った代償にしたネガすぎるぜ。遊具隊長、注意を黙らせろ。これじゃ軍法会議の方がまだマシだ。代償はともかく、シェリーは何やらかしてほしいだろう。いい加減にしろ、注意。何も知らずに死ぬのも死なれるのも気分が悪いでしょうな。大型の基地、テストパイロットしてるんですけど。はっ、偶人とか言わないよな。何か問題がありますか。ええ、パイロット不足も断るんだよね。腕が立つから連れてきた。模擬戦ばかり上手くても意味がないでしょう。わしも居場所だ。あんたは分かってんだろ。なんで隊長さんのこと。これが作戦って言えんのか。おかみってやつはいつもそうだ。任務が作戦だと抜かして結局死んでもしか言わないんだよ。私も負けておきたい。司令部の撤退は順調に進んでいる。攻撃を集中させろ。
完了した。これが戦場。思っていたよりもずっと覚悟はしてたのに。生き残れば上出来だぜ。臆病者の自分に感謝するんだな。勇敢な人間から死んでいくもんだ。お嬢際が悪いぜ。逃がせばまたやってくるんだぞ。もう十分だ。あんたのその甘さがいつか命取りになるぜ。無駄口を叩いてないで撤退しろ。盗賊ともう一戦やりたいか。了解了解、わかりましたよ。隊長はモビルスーツに人が乗っているって考えられる人なのね。砂漠の風作戦は失敗に終わった。待ち伏せを受けたことから敵は我々の作戦を事前に知っていたものと思われる。おそらく軍内部に潜伏する敵のスパイから情報が漏れたのだろう。詳細については調査中だ。アフリカ方面軍の被害状況だが、これは最小限にとどめることができた。我々ファントムスイープ隊の働きによるところが大きい。部隊の責任者であるゴドウィン・ダレル准将もお喜びだ。次の出撃まで各自体を休めておけ。以上だ。